はい、どうも、ふめんだよです。今回ですけれども、ツムスタのね、リーク情報が来まして、展開していきたいと思います。またね、ジョンプニさんのツムスタリーク情報ということで、いつもありがとうございます。で、ミッションの、後半のミッションのね、イベントの内容なんですけれども、こちらをね、紹介していきたいと思います。で、自分ね、ざっくり見たんですけども、めちゃめちゃ熱いぜ、ということで、まあ見ていきましょう。まずね、遊び方なんですけども。やべえ、これどうやって見ればいい？これ拡大できないか？え？ちょっと待って。そしたらば。こっちに出そうか。拡大するんで、ちょっとね、画像が荒くなるかもしれないですけども、ちょっと見ていきましょう。遊び方、ミッションバトルとはラウンドごとに変化するミッションで50人バトルと。バトルは全部で3ラウンド、バブルチェーン、コンボなどでいろんなミッションをクリアして、マイツムを組み合わせましょう。クリアできるマイツムを組み合わせようか。で、ルール1、上位のプレイヤーだけが次のラウンドへ進める、勝ち抜きバトルですよと。ラウンド1が40人勝ち抜け、ラウンド2が20人勝ち抜け、第3ラウンドが最終戦というところになっております。で、全ラウンド1を目指しましょうというところですね。で、遊び方に、ルール2、ミッションは決まった7種類の中から、ランダムで出てきますということです。ここちょっと荒くて見づらいですけども、登場ミッション、コインをゲットしよう、コンボしよう、ベリーグッドを出そう、マイツムを消そう。ミッション簡単すぎない？まあそんな感じで、まあ、こういうのがね、出てきますよというところですね。で、ミッションポイント、ですけども、勝ち点ですね。11以降は必ず10ポイントもらえて、4位から10位が、12ポイント、12ポイント、ラウンド3は15ポイント。で、3位が、ラウンド1、ラウンド2は15ポイントの、第3ラウンドが20ポイント。2位が18、18、25、1位が20、20、30というところですね。で、報酬についてミッションポイントを集めると、集めた量に応じて報酬がもらえますということです。で、おすすめ積むということで、このね、6体がおすすめということですね。で、多分ね、途中でガチャの、確率アップが来ると思うんですけども、おそらくこの積むが確率アップで来ると。いう感じなんじゃないかなと思います。まあ、前回のね、イベントでもそうだったんで、まあ、イベント積むの確率アップですね。が、ガチャが確定しているというところですね。はい。で、もう一個ね、画像があるんですけども、ちょっと、報酬ですね。これもまた激アツなんですけども、ちょっと、こっちにまた移して、間違えた。ごめんなさい。これで見ていきましょう。報酬がね、もうすべて見えます。まさかの。報酬が全部見えちゃうんですけども。まあ2000コイン、コイン多いですね。コイン、2000、2000、2000、2000、2000、3000、3000。プレチケ、ガチャチケ、4000、4000、5000、5000。この3000ポイントが隠れていて、まさかのね、報酬積むサラマンダーがまた手に入ります。嬉しいね。で、次、6000、6000、7000、7000。おー、いいね。で、ガチャチケ。ここ、レベチケらしいです。で、レベチケ多いですね。レベチケも多くて、この後また7000、7000、8000、1万。で、ここにもう一体サラマンダいるんで、まあ今回の、まあ後半のミッションも含めてですね、まあ全部回収すればスキルレベル3まで育てることができると、いうことでかなり熱いですね。で、サラマンダーは多分スキルレベル上げると、多分結構強くなると思っているので、自分的にはかなり嬉しいですね。で、まあ、エルサとね、どれぐらい、相性がいいのかっていうところも、まあ、ちょっとスキルレベル上げたらね、試していきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。で、報酬もね、前半と比べるとめちゃめちゃいい。コインが圧倒的に多いんですよね。2000、2000、3000、3000とか、最後に1万8000とか、7000、7000、7000、7000とか、多いんですよね。で、かつ、ガチャチケが3枚ある。これも激アツ。で、レベチケこんだけあって、かなり熱いですね。最初はね、アイテムチケットですけど、まあこれもね、普通にめちゃめちゃいいです。はい。まあ、そんな感じで、報酬がね、
超激アツですよというところになっております。いいね。でこれはまあ明日ですね、明日というかまあ今日か、おそらくメンテナンス入っていて、まあこれ前日にね撮ってるんですけども、そのメンテナンス明けにミッションバトルが始まるのか、おそらくまあそうじゃなくて、まあ、15日の11時からですね、まあミッションイベントこれが始まってですね、かつあれです、あれなんだ、新ツムの、登場がね15日なんで、それとね合わせてくるんじゃないかなと思います。新ツムの情報はねもうすでに出てるんですけども、カーズからクルーズラミレスと、なんだっけクルーズラミレスとマックインがね登場するのが確定してきております。まあ、その辺もね、情報が、スキル情報とかね多分出てくるんじゃないかなと思いますので、まずそちらもね、で次第ですね動画にしていきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。まあ情報としては以上かなと思います。まあこのねイベントは、まあ、前半に比べるとまあちょっとねプレイしまくればいける、まあこれもねいけるんですけども、まあちょっとね時間かかるかもしれないですね。でもそんな変わんないか。10位とさ、1位のポイントの差が、まあ、2分の1しか変わらないんで、半分しか変わらないんで、まあ、第3ラウンドに関しては、まあ、3分の1ですけども、まあ、これも、まあ、言うて、まあ、参加しまくればいいんかな。で、これ、ちなみにこれも多分、リーグの中でミッションバトルが始まるんじゃないかなと思いますので、まあリーグバトルと、一緒にねミッションバトルをまあ参加していくみたいな、まあ、イメージなんじゃないかなと思いますけども、まあリーグもね頑張りつつ、もしねリーグがと別の枠であったら、ちょっと早めに終わらせてねまたリーグの方に戻らなきゃいけないっていう、まあ、流れになるんじゃないかなと思いますけども、まあそんな感じでね、まあその辺もまあちょっと始まってみないとわからないところではございますが、こんなところというところですね。いや報酬激アツなんで、皆さん必ず全部回収していきましょう。まあ6500ポイントなんで、ここがで1回まあ3ラウンドでまあ最高で70なんで、まあ結構時間かかると思うんですよね。はい、頑張ってね回収していきましょう皆さん。はい、まあそんな感じで全報酬楽しみだね、回収していきましょう。はい、そういうことで、今回はこれで動画終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではバイ。深い闇に包まれ、くじけそうでも今日